ようこそ。はい、皆さん、おはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。朝読み系です。というわけで、死因はプレイしていきたいと思います。で、前回、ここを調べてましたね。続きからやっていきます。これは西だな。これは探る。金具か。じゃ。そう思ってその場にしゃがみ込むと。俺の右手が、うずく。まるで、床下について調査するのを拒むかのような。平成をいざって立ち上がる。よく正一。気になるのは確かだが、ここには何か危険なものがありそうだな。どうしました？そこを調べるんじゃないんですか？ちょっと、後にしようと思ってね。適当にごまかして、膝を張る。先に部屋の中を調べよう。いろいろと興味深いものがありそうだ。柱の下に何かがあるのは間違いない。だが見に行くにはそれなりの覚悟が必要。で、なるほど。ここは今見れねえってこと？こう探って、おう。ガタついて、開く様子はない。何かが引っかかっている。引っかかってるなら、これで。ピーペーナイフ。ダメかね。行って。よく見ると、引き戸にはネジ穴に差し込むだけの、不単純な鍵がついていた痕跡がある。鍵そのものを紛失したらしく、どこにも見当見当たらないな。なんだ、これは、なんだ、これは。なんだよ。そういう感じじゃなくて、なんだ、これは、みたいな感じだったか。実はそれは、どっしりとしたっす。どういうこと？そこで、何を的な？こいつで？ああ、は？なるほど。ボールペンは？ボールペン？意外と器用なんですね。そんなに意外だったかな。ともかく作業に集中すると、不意に手応えが消え、芯が向こう側へ突き抜ける。扉へ手をかけるとそれは何の抵抗もなく横へと滑った。中には赤い筒が転がっていた。発煙筒ですか。何に使うものなんですかね。非常時に信号灯だ。非常時の信号灯な。そのために車には必ず。そうか。そういうものでしたね。ところで、あれ、記憶なくなってる？もしかして、司っち。司は床から何かを拾い上げた。バールのようなものじゃん。小指ほどの長さのあるトゲ？さっきのネジ、穴に詰まっていた、物の正体。トゲ。
トゲトゲ。これ明らかに意図的ですよね。もしかすると、ここを封印するつもりで、ネジ穴にトゲを恐れているんでしょうか、これを。火を怖がっているってことか？よくわからんが。どうして明かり消しちゃう？違う！ネジ切れたわ。消してない。消えたんだ。早口にそう吐き出す。消してない、消えたんだ。あれ？ねえ、またその顔。何が来る？隣の部屋に何かいる？俺がぶっ殺してやるぜ。って顔してるけど大丈夫。冷静さを失ったカツカツは足元にまとわりついてくる。ちょ、俺にしがみつくな、もう。うるさいとおる、もう。叫びたいのをこらえ、ガチレンドで何度も何度も叩く。このポンコツが、おい、頼むぞ。こんなところでまだ電池はあるだろう。まるで心臓マッサージだ。あ、ウサちゃんの声が聞こえるんじゃないか。ついたー。と同時に背後の扉が大きくたわんだ。印が焼けるように痛む。使徒が近づいてきているぞ。死はもう隣の部屋まで来ている。時間はなく、逃げ出すことも不可能。終わった。落ち着け。とにかく最短の時間で危機を乗り切るの上を見つめるだだだだ。落ち着くんだ。落ち着け、落ち着け、つやつや、落ち着け、つやつや、最短で。ちょっと待ってくださいよ。探る。もう、エヴァーナイフでも突っ込んで。ほんの一瞬、瞬数で止まる。だがやるしかない。逃げようっす。落ちてくるだろ。はい、しろくら。早く開けるんだぞ。うまくいった。取っ手をつかみ、一気に床を引き上げる。もう、おっさんとか言われて。性格変わりすぎだろ、お前。思った通り、床下の扉がぽっかりと、その黒い口を開けた。入れ。言われなくて入る、おっさん。夢中でつかそう。床下に押し込む。おい、早く入るか、早く、早く、早く、俺が。続けて自分の安心をやめながら成功する。とぅ行って。思ってもいなかった距離を落下し、背中を何かに強打した。歯を食いしばり、なんとか叫びをこらえる。なんかドロドロしてないか？上の方を何かがうごめいている。あと数秒あそこにいたら、詰んだわ。痛む手首を力いっぱいにげる。マジか。まあ、なんかここはもうやばいみたいだからな。ぬくぬくぬく、つかさはそばにいるようだ。その影は、胸見てわかるほど、震えている。かわいそう。なんじゃ。逃げちゃいられないだろ。ごーい。何かを引きずるような音はやがて遠ざかっていった。なんじゃったのかね。もう兵器ですよね。いなくなったと思う。いつの間にか手首のぐずきは消えていた。そうですか。よかった。助かって。やめろ、それ。すみませんでした。さっきは僕、焦ってしまって。あれがお前の本性だろ。
気にしなくていい、と思う。あの時は自分も怒鳴りたい気分だった、お互い様だろう。追い詰められた時にこそ、その人の本心が出るものなのだろうが、変わりすぎだろ。それよりここは一体何の部屋だ。こんな地下室があるとは。懐中電灯使います？ああ。なんじゃこりゃ。骨骨ロックかよ。丸い光が炙り出した工具が筋が凍りつく。いえいえ。うなんだお前は。ギュラッチマウイ。お前は叫びかけた。自分の口を塞いだ。ああ、なるほど。発狂し始めると。静かにするんだ、つかさっち。って感じ？自分たちは言葉を失ったためだねだだだ。なるほどね。誰だってショックを受けるだろう。ましてや子供にはショッキングすぎんだろ、これは。R18 ってどうですか？区画、息を吸い。改めて死体を観察した。死体の周辺に絡みは何かがある。何でしょうね。ツタや。まあ、ツタだな。バラか？赤い花。赤い花弁があるってことは、バラなのかな？生きたバラ？ローズクイーンがいるんですよ。ローズクイーン。いきなりどうやらないシーンが。バラに捕らえられてる。どういうことなの？なぜ服が破けてるの？戦乱だ。なんだこれは。いや、やばい。早く行っちまうと。この部屋でかつて起きた悲劇。悲劇？そういう趣味ではないの。向こうがまるで直に頭の中に流れ込んできたかのようだ。おいおい。ドハードなプレイだな。バラ？バラがなんで？あっしゅつ。誰かが上だってことですか？どうなんですか？知らんわ。つかさの声に現実へと引き戻される。アクチュームは地獄だったわ。バッドランなどとは言えない。必死に何の話をしていたか思い出す。確かバラのツタを見て、なんちゃらかんちゃら。当然そうだろうな。勝手に入るわけがないからな。しかし、それにどんな意味があるんだ？誰かが何らかの意図を持って死体を装飾したのだろうか。とんだ悪趣味野郎だぜ。あるいはそもそもあの光景のようにバラに捕らえられて、どうした？つかさが小さな悲鳴を上げた。どうした？女の子みたいな声出して。気のせいだとは思うけど、何か動いた気が。あそこに。あそこです。正面の一番奥。こいつはくせえ。スタンド作りが近くにいるのか。まさか、ここには何かが潜んでいるのか。どこです？トリマーいろいろ調べてみますか。へへー、探る。しかし何もないな。口の中にボロボロの札とかない。苦しんでいるか。お前はなんか喜んでそうな顔だが。
特にないね。さっきの先生の死体はどれだ？先生っぽかったけど。これは？手鏡。ててててってて。やはりこれはさっきの女性っぽいな。手鏡と比べば女性の使う道具だ。なんだか、不釣り合いですね。こんなところに鏡なんて。まあ、もう骨になっちまえば性別もよくわからんくなるしな。いや、厳密に調べればわかるんですけどね。骨格が違いますからね。死体は、異様な形に身をくねらせ、今この瞬間も苦しんでいるように見えた。ああ。何もねえな。くっさ。これは？特にな。見る。特にはない。はしご。早く出たいのは山々だが、ここをもう少し調べるとしよう。山々だ。まあ天井とかなんもないし、お化けがいるわけでもないか。ベッド。なんでベッドがあんのか？思ったが、マットレスは全体的に変色しているが、汗の湿らしきものが見える。ここで誰か生活しているのか。探る。マットレスからはじわりと黒ずんだ汚水が滲み出てた。んなところじゃ寝れねえな。ひでえ匂いだ。とりあえず下に、下にはビニールシートが敷いてあった。ビニールシート！かなり厚手のシートだ。防水のために敷いたのだろうか。シートの表面は真っ黒に変色している。最初は髪でも生えてるのかと思った。パリパリとうとうだぜ、赤黒い。やばいんじゃないか、この赤黒いって。いやー、もしかして。血だな、やはりそうか。何？血まみれのシートを手にしたまま、唖然とつぶやく。ああ、血だわ、これ、みたいな。それに答える見事で誰かが囁いた。ああ、またあの不思議な。そのものを拒め。そのものを拒めってことは、花彦くん、なのかよくわからん。あ、動いたな。ダイツが勝手に動いたぞ。まただ、そこに何かいますよ。ゴキブリか何かだろう。それともウサギか、さっきの。すると、おいおい、勘弁しろよ、あれ？化け物じゃない。俺は歴史とした人間だよ。マジで？なんで人間がいるんだ？ベッドの下から何かする。コートを覆ったイケメンだ。イケメンならばよくわからんが。何してるんですか？こんなところで。住んでるんだよ。ダメだろ。青年はうんざりして嘘で答える。同じだよ。同じ？お前と同じにするな。ラケモンに出会ってここへ逃げてきたんだ。あ、なるほど。そうなのか。そこにお前らが来たよ、貴様ら。あ、なるほど。とりあえず、あそこに隠れてた鳥間。一応納得できる答えだが、そもそもなぜ学校に来たのか。男の答えには根本的な疑問がある。男が斜め下からこちらの顔を覗き込み、わずかに鼻で笑った。こちらの儀などを
とっくにおめでとうしたし、納得してないって顔だが、まあ当然だな。こっちにも話したいないことがある。こっちにも話してないことがある。話してやっていいが、その前にここから出るぞ。現状で、現状で話すことはない。ドゥーカン、つかさも同じ意見のようだ。ドゥーカンだやつね。一度戻るか、帰るところがあるのか。そいつはいい知らせだ。ならさっさと行くぞ。なんだその上から目線は。そこで気がついたように浮き直った。ああ、自分はマシタ、マシタ・ソトル、元刑事だ。もっと遅れるなよ。マシタと名乗った男は地下室から姿を消した。なんなんだあいつは、偉そうにしやがって。肝心のマシタ姿を見やがれ。おい、これを見ろ。なんだよ、廊下まで行っちゃったら早くない？お前どんだけ進んだんだ。ヒサマルが来た時もこんなだったか。どんなだった。違いまず、ずーずー、いくら暗くてもどうせ気づきますよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメ。ああ、なんでしょうね、これ。ほら、バラの装飾が施されちゃってるわよ。バラのツタヤで。まあ、だよね。だよね。ですよね。俺が来た時もこうじゃなかったわ。印がさらにその色を鮮やかにした。あと数時間、俺の寿命はあと数時間だ。マジ勘弁してくれ。ああ戻ってきたのか。帰っちゃうの、もう逃げるわみたいな。ああ人間というのはいるものだ。なんでだろうね。この前下というのはまさにその人間のようだ。ほう、なかなかいいもんを持ってるじゃねえか。車に乗り込んだ途端、無言でバッグをひったくり、こちらの車中品調査を調べる。おいおい、荷物調査すんなよ。自然、彼の言動を確認されたおい、調査。でも元刑事なんでしょ？だったら僕たちと同じじゃないですか。うちの口座で司が冷静に突っ込んだ。無事に帰ってこられてほっとしておるのか、声にも元気が戻っている。そうだ、ヒサマルと同じく個人的な調査だ。確かめたいことがあったんでな。確かめたいことってなんだ。個人的な調査といえば学校はつくが、要は不法侵入だ。俺もだ。何を調べ？その前に聞かせろ。ああ。それ、痛むか？ああ、まだ痛むのかな。ああ、たまに、特に危険な目に遭うときには。なるほどな。シエタに大丈夫かな。ああ、調べてたのは行方不明者だ。あ？失踪者複数名の足取り調査であの学校が浮かんだ。いずれも失踪前に何らかの形で H 小学校に関わっていた。教職員出入りの業者、
母体の学校法人関係者、生徒とその父兄、そいつらを探していた。え、どういうこと？あれれ、僕たちが近づいて見た死体はまさかその人たちの。無論という返答があったのか、子供相手に話したくなかったのか、しかし今の真下の足には引っかかるところがあった。そこまではっきりした疑いがあったのなら、もちろん上にあげた。そしたらこれだ。これ。これって舌で首筋をトントンと。首？嘘。首か。入っちゃった。部下へのセクハラだったかな。絵が自由より、自由は、意地いい。あの学校の校長は政治家に顔の利くやり手でな。何か痛いところを探っちまったんだろう。なるほど。そんなつもりはそろそろなかったんだが、お前。だからって首はねえだろな。確かにあんな地下室がある学校だ。行方不明者の調査船長に浮かんでも他にもおかしくはねえだろう。あそこで何してた？パーティーでも開いてたってこと？変わった趣味だな。だがそれはあくまで聖者の世界の話だ。死者の世界ではない。怪異は？その事件に関与しているのか？関係しているのか？嫌な沈黙だぜ。そういう意味で言えばこれはもはや事件ですらない。というと？誰が信じる？あの学校には化け物がいて人間を殺してなんて話を。こいつはもう個人的な問題なんだよ。世間から隣接された俺たちのな、相棒。そう言ってましたが、手首をめくってみせた。ああ、お前は手首なの？俺と同じかよ。やられてたのか。お前はどっちの手なんだ？ああ、その手首を見てすぐ感づいたよ。こいつが問題なんだろってな。つまり、一輪託書ってことだ。やめろ。勘のいい男だ。ああ、元刑事だからな。帰ったら相談してみるといい。苦情感には詳しい。詳しい人と言いかけて、躊躇した。人っつうか、まあなんつうか、とにかく、帰ったら話し聞いてみればいい。とりま、僕も初めはそのはずのことで苦情感に行ったんです。きっと助言をもらえるはずですよ、メリーさんにね。ゲス顔みたいな。ああ、助けてもらえるか。舐められたもんだな、おい。人の手なんざ借りねえみたいな。ようこそアンブレラ。チャリから降りるか。チャリ。チャリではない。あ、萌えちゃん。ガレージで出迎えた者がいた。あ、おじさん。おじさんが二人になっちまったかな。どうした？大丈夫？え？あ、あ、うん、ぼーっとしただけで大丈夫っす。大丈夫には見えないが。なんだ、まだ他にもいたのか。これで全員だ。いや、全員というか何というか、まだ一人いるがな。そうか。頼もしい仲間だな。ましては皮肉にく唇を歪めた。はぁー、みたいな。はぁー、で、貴様らはこれからもその鍵とやらの調査を続ける気か？他にも手がかりがないんだ。
他に手がかりがないんだ。仕方ないだろ。意味がわからんな。もし仮に印とやらの原因が怪異だとするなら、原因を排除するのが最善だ。そう思わんか？どういう意味だ？怪異は存在する。なら、ぶっ殺しちまえばいいんすよ。ぶっ殺すって。本気ですか？逆に殺されるぞ。怪異をぶっ殺す、なんて。無論本気だろう。冗談を言う手合いには見え。仮に倒せたとして、それで収集消えるのか？ぬるるーん。みたいな。パパパパパパパーンってか？だが、たとえそれに阻止だったらもっと根本的な問題がある。どうやって殺すつもりだ？方法はこれから調査する。トラップでも仕掛けるか？だが存在するものは当然、消滅させることもできるはずだ。方法はわからないくせに怪異を倒せるとか、マジ、パネーション。マッシュの確信はどこから来るんじゃろうの。忘れるな。俺は一度あいつと対峙してるんだよ。とはいえ、もし本気で殺すなら、殺すのなら、手首を握りしめた。俺の右手がうずく。あいつ遠くからトゲみたいなものを飛ばしてきやがった。コンクリの壁に突き刺さるぐらいだ。とてもじゃないが近づけない。まずはそいつをどうにかしないとな。マジかよ。コンクリに刺さるトゲってやばいだろ。俺が生きてるのは単に運が良かっただけだ。次はない。対策を立てないとな。もうシールドを展開しないとダメなんじゃね？火炎放射器でも持ってく？彼はただ黙ってる。喋る人形をくじをさやらにしてついても驚いた様子は見せない。つまらん！実につまらん男だ、真下くん。怪異の世界に足を入れたせいか。まあ、もう慣れちまったってか。ぼんやりとした暖かいくがりがり出されたボール、ホールへ戻ってきた。得体の知れない館だが、我が家に帰ったような安心感がある。誰とは、誠に恐ろしいことよ。お疲れ様です。お疲れ様です。そちらの男性は知る人のようですね。ご紹介いただけますか？伝えたよ。地下室でヤバいのはあったよ。非常にも超常的な力が湧いているのを認めざるを得んな。花飛行君、花太郎君、花子さん、収集ではないな。花彦くんに間違いねえな。だがしかし、チャップリンだな。あんな前ができる怪異相手にどんな手立てがあるというのだ。わしはぶっ殺せ、ぶっ殺しまい、いやというが、そんなことができるんですか。おい、アサド。なんだ、気安く返しかけんじゃねえよ。差し出された彼の手には、手帳。こいつを読んでおけ。あの地下室で押収したものだ。発見したときはバラのついたツタが、幾重にも、何重にもってごらん。固く巻きついてたな。取るのに随分苦労した。中を読んだのか？ざっとはな。なかなか面白いことが書いてあったぜ。面白いもん？目が笑ってないんだよ。少し寝たらどうだお前。
怒っているのか？まあこれは血だろうな。お前の血じゃないだろうな、これ。薄気が悪い欲望をつつ手帳をめくると、ページの前までやられたボールが、ポーン。しっかりしている。手書きとは知性とは。校長か。なるほど。校長先生が書いたのか。養子である一人の少年に、個人指導の記録だったわ。個人指導。手帳は5年ほど前の日付から始まる。5年前には廃校ではなかったってこと？校長が引き取ったその少年は小柄で可愛らしかった。少年か。スカートが、お化粧も、そういうなんか障害なのか。少年にはそれがよく似合っていた。男の子じゃん。だが少年にその周囲、見た目がたいものだったらしい。なるほどな。女装癖がある少年だったってことか。あ、だからか。これ、花彦くんだろう。だからなんか、女の子っぽい服装をしていたのか。まあ、家族の目があり、さぞやと他人の目がある。それに比べれば、教職員が帰宅した後の夜の学校で安全な場所はない。つまり夜の学校にあの地下室に呼び出してたのね、花彦くんを。まあそうだね。模範的な教育者としてテレビに出演中。彼、それがなんか虐待まがいなことをしていたってこと？少年の担任である助教授は異常に気づいていた。なるほど。気づいていて見て見ぬふりはしていたのか。ああ、だからあの時に、やられてしまったとは。なんで助けてくれなかったんですか？つってね。歪み切った右翼。ああ、養子だしな。我が子ってことじゃないんじゃない？すーわ、ひでえ。憎しみを感じられない。体中を悩ませねっとりした。うひ、お前変わった趣味だったのかよ、校長。やべえ。ベロ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 。やめろ。試験の最後にはそんなような調子だったが、少年を愛していた。だがその趣味は認められん。教育的指導です。はいね、先生。はいね、先生だったら理解できたろうに。おじさん、顔色が悪いですよ。顔が悪いですよ。うるさい。何が書いてあったんですか？お前には読めさせられんか、これは。子供相手にありのまま話せる内容ではないな。ありのままで、要点だけついつまんで説明した。ひどい話ですね。大人のエゴの犠牲になるのはいつも僕ら子供たちですよ。チッ、バカなことだってほっと救えないな。やめろ、その顔。まあ、そういう気持ちをわからんではない。ヘドが出そうな。大人の悪意と犠牲となった哀れな少年。だがそれだけの話だろうか。手帳の少年と花彦くんがもし無関係ではないとしたら、いや、花彦くんでしょ、どう考えたってこの虐待を受けてたの。虐待だったのかよくわからんが、まあ虐待だろう。非業の死を遂げた人間の恨みや、怒り、それは死後も晴れることはございません。そんな歪んだ念が、超常的な存在を生み出すことがあります。怪異、幽霊、怪異、妖怪、幽、
音量。呼び方が様々でございますね。よりどりみどりですな、旦那。皆さんはそのような会議を、階段を一つや二つ聞いたことがあるかと存じます。存じやす。それは存在なのです。花彦くんはまだそんな話と、あんな奇怪な出来事を体験した以上もはや認めざるを得んな。はぁ、あ、花彦くんはやはり怪異だった。その前提の下にこれからの行動を考えるのはないやせんな。ナサ殿だんな。あ、どうした？ガラス玉か、やはりその目は。ところで、浅田様のご報告によれば、皆様の中に怪異を殺すなどと考えている者がいるようですね。受けますね。念のためご報告し、ご忠告しておきますが、おそらく、とても困難かと。ああ、困難とは？目つきは、まあし、怪異は死の世界で住人でございます。死者をさらに生かすことができないように、生者ね。死者を殺すことはできません。まあまあ死んでるからね。死者には増陸でもかけるか。もし皆様にできるとすれば、呪われた、思念かな、怨念、消滅させることぐらいです。つまりどういう意味だってばよ。以前にお伝えした通りでございます。死と生とは同じ場所にあるものです。もしそれで印が生まれたとなただたたい、生まれたのだとすれば、それを消すすべもそこにはあるはず。印の呪いを消す鍵、キーですね。それは怪異を避ける鍵でもあります。退けるかな。やはり印を消すすべは、花彦君にあるということかぬ。だが殺すのが無理なのはともかく、まあ無理だろう。その鍵というのは何なんだ？概念的な存在なので私にも分かりかねませんが、一つ確かなことがありやす。怪異を相手結界だ土地は怪異と特別な縁で結ばれ、縁しで結ばれて、縁し。そこにあるものであれば鍵の役割を果たすかもしれません。皆様には理解しがたいでしょうが、それが怪異というものです。怪異というものなのです。鍵となるものを見極められるかどうかは、それがあなた方の運命を分けるでしょう。やはり H 小学校は調査を続けるしかないようだな。やったよ、もう。あんなとこ入りたくねえわ。怪異の呪いと概念、思念、消す鍵、それは何を示すのかわからん。が、鍵を集め正しい方法で前に消すこと、それは本、それしか本来生き残る道はないのです。時には怪異が威風や、剣が、剣が食い抜くこともあるから。怪異のね、どうかすることは恐れなく。ではくれぐれもお気をつけて歩けていきましょう。話を聞いてみるか。そうですね。あの彦くんは H 君姿を入れる。私はわかりませんが。はい。というわけで、まあ時間もいいので、今回はこの辺で。それではまた次回。お楽しみに。またのご来店、お待ちしております。